はい、こんにちは。ご視聴のほどありがとうございます。今回はテント泊登山の装備を紹介したいと思います。6月の初旬に仕事終わりに車で長野県まで行って、車中泊、まあ仮眠ですね、それをしてからですね、つば九郎岳に登ろうと思います。で、つば九郎岳の方に登ってテント泊をして、翌日コンディションや条件が良ければね、お天所岳の方にも行こうと思ってます。で、今パッキングが一通り終えた状態で、その中身のね記録を取っているところです。まあどなたかのね参考になればいいかなと思ってやっておりますので、よろしくお願いします。で、6月の初旬ですので、山頂付近は雪がたくさんまだ残っており、テントも雪の上にテントを立てるような状態になりますので、山頂付近にはアイゼンも必要になってきます。で、ですので防寒具、それなりのものをね、準備しております。日によってはね氷点下になる場合もあるということなのでね。はい、では足元から紹介します。ソックスはですね、ファイントラックの、インナーソックス、5本指ソックスですね。で、その上にファイントラックの極厚でのソックスで、アンダーウェアは、ブリングの、50% が化繊、50% がウールという素材の、汗抜けのいい、アンダーウェアになっています。はい、で、パンツはですね、行動中のパンツは山と道の DW、L トールになります。で、山頂付近はねアイゼンが必要ということなので、これ山と道のねアイゼンを入れる用の X パックの袋なんですけど、この中にはチェーンアイゼン、ケアアイゼンですね、それが入ってます。で、シューズはですね、スカルパのリベレでいきます。はい、で、上半身、グローブからいきますね。ノースフェイスのフィンガーレスのグローブ、これで行動しながら、雨が降ってきた場合用に、ミトン型のねダイニーマのこのオーバーグローブ、それから、レインスカートというか巻きスカートみたいなね、これもダイニーマの、ジッパックスのものになります。はい、で、キャップ帽はですね、これは非常に軽量なマイルストーンのキャップ帽で、行動中の汗拭きタオルとして、シートサミットのエアライトタオルで、紫外線が強いですからサングラス、これはねもう 7,8 年愛用してて、つい最近テンプルを交換したところのアイボルというねブランドのサングラスになっております。はい、で、サングラスケース、グレゴリーですね。で、上半身の、アンダーウェアは、これはアクリマのシグレットというね、メリノウールの、網網のネットになってます。はい、で、その上に着るものもメリノウールなんですけど、これは、山と道のメリノシャツですね。はい、こちらを着ていきます。で、途中で寒い場合に上から防寒具として着る用の、これはですね、センチデザインズというブランドで、ラークという商品になります。簡単に言いますと、ポーラテックス社のアルファダイレクトの素材になってまして、非常に透湿性のいい保温着になってます。ですので、行動中に来て動いててもオーバーヒートしないというもので、保温性が高いものになります。非常に軽くて、実際測ってみましたら 144g でした、 L サイズでね。はい、で、その上のレインウェア兼、シェルですね、これは今回はねウィンドシェルとか持っていきません。こちらは、アークテリクスの、ゼータ SL になります。はい、スーパーライトですね。はい、で、次ですね、トレッキングポール、これは今回使うテントはワンポールテントになりますので、トレッキングポールが必要不可欠で、これはゴサマギアの LT5 で、ザックはですねハイパーマウンテンライトギアのウィンドライダー2400のものになります。で、正面の方にこのショルダー部分にはねボトルホルダーであったり、こういったねショルダーポーチ、それから温度計などはすでに装着済みです。で、ここのね、ウエストのここについているポケットの中には行動食、ウェットティッシュ、マスクであったりね、すぐに取り出せるものを入れております。はい、次、途中でね休憩する際の、まあ、座布団ですね。これはマジックマウンテンの非常に軽量なね、コンパクトな座布団です。あとはペットボトル、これスマートウォーター 700ml サイズで
片手でね開け閉めができるタイプになってますので非常に使いやすいです。はい、で次カトラリーなんですが、カトラリーはですねアルコールストーブでお湯を沸かすという形でいきます。実際山頂に着きましたら山頂の山小屋で一食食事をいただこうと思ってます。ですので晩ご飯を、テントの中と翌日の朝ごはんですね、それをテントの中で食べれれば十分ですのでドライフーズだけになります。はい、で実際どんな中身かを今からちょっと開封しますね。はい、でアルコールストーブはファイナルフレームギアのこのアルストですね。で、風防兼ごとく、これはサンポーズファンライトギアのものになります。でこのような形でね、でその上にお湯を沸かす用のものはこのフリーライトのね600のチタンマグになります。マグポットですね。で、飲み物はこれはエヴァニューのシングルのチタンマグカップ400ですね。でもう一つ300も持っていくんですけど、なぜ2つ持っていくかと言いますと、こっちはスープを入れて卵スープなどね作って食事の際にねいただこうということで2つ持っていってます。でこのシリコンチューブを取ったことで中にこのようにねスタッキングできます。このシリコンチューブついてるままですとちょっと中に入れるのは難しいんですね。はい、こんな感じになってます。非常にねシンプルでコンパクトに収納できるっていうことと、やっぱりオーディー缶とかね、バーナーがないですから非常にコンパクトにねできるというところです。アルコールはこちらですね、エヴァニューの、アルコールボトルなんですけど、これはね 30ml ですけど目いっぱい満タンまで入れてるので45ぐらい入ってます。はい、でテーブル兼、まあ、平行を取るための板としてこのランドネのね竹の板を1枚持っていきます。でランチョンマットみたいな形でね食材を並べる用のシートとして、このタイベックスシートね地図のタイプのを持っていって、カトラリーはこれはスノーピークのねスクーというチタンのものになります。で食事をいただく際のフード工事としてはこのハイパーマウンテンライトギアのねフード工事に出るんですけど、このねジップロックのこのタイプの袋、これ100度までお湯に耐えられますので、この中にカップヌードルであったりカレー飯、まあ入れてですねお湯を注いで戻すことができますので、でこの中に入れて、しばらく蒸らすとね通常通り美味しくいただけます。ただこういった風にするとカトラリーの長さがそこそこないとですね届かないですから、これぐらいの長さがギリギリというところです。はい、実際ねこれね先ほど試してみたのでまたそれは動画に上げてみようと思います。でそのカトラリーと食材を一式まとめる用の袋として、この袋はメルカリでねオーダーメイドで注文したものなんですけど、この幅ですね、この幅とこの幅とあとこの立ち上がりの幅なんかも全部オーダーできるんですよ。で上のこの生地も第2今白色とこのグレーのもので生地の厚みも選べますし、この針綱も黄色オレンジ黒と選べて、この下のこの X パックこれもいくつか色が4種類選べるようになっています。まあ、最近ねこういう収納する袋非常に皆さんよく紹介されてるんでね使い勝手がいいかなと思います。はい、であとエマージェンシーの中に入っているのはモバイルバッテリーもこの中に入れてますし、歯ブラシ、歯磨き粉、耳栓、ダクトテープ、アノンアルファ、ロキソニンの錠剤であったりですね、結構僕高山病に毎回なるのでロキソニンはたくさん目に持っていってます。でこれカイロでしょ、アイマスクでしょ、でロキソニンのシップも入ってます。でこのまま照明の方に行くんですけど、この照明はねこのロビーというね非常にコンパクトなこの照明を持っていきます。でこれはねランタンにもなりますし、で実際ヘッドライト、帽子のつばにねこういう風にクリップでつけるとヘッドライトとしても使えます。でテント内の照明としてもこのねキャリーザさん M サイズのこれは暖色カラーになりますね、これを持っていきます。
そうするとかなり軽量化できますんでね。はい、で保温ボトル、これはアルパインサーモボトル500、これを持っていきます。で、このまま次、そうですね、テント、はい、こちらテントはですね、 G-PAX とアルタフレックス、これワンポールテントなんですが、長さが147センチから152センチ必要になりますので、通常のトレッキングポールだけでは長さが足りないので、こう延長のね、このポールを持っていかないといけません。持っていきます。はい、であとはですね、ペグですね。ペグはですね、もうとにかく軽量なものを持っていきます。はい、まあ雪山の中で、雪の中にテントを立てるんで、横向けにねペグを刺したりする場合もありますし、あのこのような形でね、軽量なペグを持っていきます。 MSR のカーボンを壊していくと、 G-PAX のカーボンの、ペグと1本だけですね、このネイルペグ、チタンのね、硬いところ用にね、一旦こう一発刺して、硬い場合はですね、これで通しておくと、その後これを通しやすくなります。一応それを持っていきます。はい、でテントの下に敷くフットプリント、まあこれがグランドシートなんですけど、これも G-PAX のものを下に敷きます。でテント内はですね、まず一旦この山と道の UL パッドプラスを100センチのもの、これを引いてですね、で、背中からね、やっぱり雪の上にテントを立てますので、冷気がかなり伝わってくるかと思います。ですので、こちらニーモのテンサーアルパインというね、最もアルチの高い、マットを持っていきますの、これはショートのタイプになります。はい、で、枕はですね、ちょっと分かりにくいんですよ、これひっくり返してるんですけど、これ G-PAX の、ピローになります。ドライサックピローかな、スタッフサックになるピローです。まあいろんなものを詰めてね、枕にしようと思ってます。でシュラフはですね、このキムラスの X-Lite300、このシュラフで、テント内の防寒具として、一応モンベルの、これはメリノの、タイツを持っていくのと、あとパタゴニアのマイクロパフジャケットですね、こちらと、あとねダウンシューズも今回持っていきます。これはね、どこだった、エクスペドのダウンシューズ、はい、これ外歩けるようなやつですね、これと、あと下山の時に膝がやっぱり多分痛くなるだろうということで、これはね整形外科で作ったオーダーメイドの膝サポート、これを持っていきます。はい、まあ一通りこんな感じになっております。まあ、実際この後ねちょっと簡単にパッキングをしていこうかなと思いますので、はい、お願いします。ではパッキングをしていきます。はい、では今パッキングを終えましたので、実際に測ってみたいと思います。まあ6キロちょっとといったところですね。はい、でこの中にはね、まあ、燃料も入ってたり、トレッキングポールなども装着してますので、ベースウェイトという分類ではないかと思うんですね。あと食材と水を足した状態になりますので、まあ実際はプラス1キロぐらいになりますので、まあトータルで7キロぐらいという装備になります。まあ氷点下対応ということなので、まあそれなりのアイゼンであったりね、そういったものも持っていきますから、の重さになったと思います。はい。
これがね、どなたかの参考になったり、何かしらのね、お役に立てたら幸いだと思ってね、やらせていただいてますので、はい、ご視聴のほどありがとうございました。